伝えきれないことはきっとわかってるのに、どうして熱は冷めないの。そう前に前に手を伸ばして、今日も今日もできなくって、表情をあの部屋で一人きりで泣いた。僕はそんなそんな意気地ない世界を、歌を誰かに歌って欲しかった。東京に来たのは2月の終わり頃で、もう課すべきことは仕事探しだったりする。伝えたいことなんて実は少ないことを、後ろめたく思いながら、ねえなんでなんで繰り返すの、若いふりを続けるの。そんな自問自答を胸をすさませていた。僕はこんなこんな丸くなった、猫背が本当の僕だと認めてしまってた。届けていられたら。